Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もバイオハザード6をやりながら人生相談を取っていきたいと思います。前回はね、おすすめの映画を聞かれてね、おすすめの映画を喋っているようで、なんか酔っ払ってないですよ。アルコールは一切入れてなかったけど、なんかね、無駄に雑談をベラ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 喋ってただけみたいな感じだったんでね、あれはちょっと下手だった、すいませんでした。今回はちょっと事前にね、1個だけ質問をね、今から紹介する質問だけをね、ちらっと見たんですけど、まあ、どうやらちゃんと雑談じゃなくて質問に答えられそうな感じのね、内容だったんで、しっかりと答えていきたいと思います。空気椅子終わったというところですね。ということで、じゃあ1個目の質問やっていきましょう。なかなかね、辛口な人ですけどね、駅前などで募金のボランティアをやっている人を見ると、偽善者やなと思ってしまう性悪なのですが、彼らはどういう考えで募金活動をやっているのでしょうかということですね。まあよく見かけますよね。僕が通っているところでも時々募金お願いします。駅とかでですね、やったりとか、駅のそのなんか地下鉄抜けた階段の上がったところとかでやったりとかしてますけどね。まあどういう考えで、めっちゃ叫んでる、どういう考えでって言われるとなかなかちょっと難しいところではあるんですけど、まあ He's in the PSAA。お金稼ぐ云々とかっていうことじゃなくって、まあ、心から募金を送る相手のことを思って、まあ、お金を集める活動を行っていること、これ自体はまず間違いないとは思いますね。まあ、なんか別にね、募金活動をやるにも、なんかその場所をどのくらい使いますみたいなのはやっぱり許可がいる話にもなりますし、そういうことを考えたらね、お金をなんか入れてくれる人からむしり取って、でそれを自分の懐に入れてみたいなことはできないわけですから、そこはね、偽善者かどうかというと、まあ、偽善ではないですよね。ちょっと思ってというふうには思いますよね。ただなんかね、その人からね、募金お願いしますってお金を集めることよりも、個人的にはまあ学生とか若い人たちがそれをやっている姿を見るの多いですけど、なんだろうな、自分でね、バイトした方が、バイトしてね、稼いだ方が早くないとは思うんですけどね。どうですかね。だってね、そんなことするくらいなら、まあ、バイトをしっかりと稼いで、で自分たちのお金を寄付に充てるっていう方が、多分同じ1時間を使うとかだったらね、多分効率いいと思うんですよね。効率の良さを求めたらダメっていう声もあるかもしれないんですけど、でもやっぱりね、バイトしたら今だったら1時間で、まあ、1000円とかね、くらい、1000円前後くらいは今稼げるじゃないですか。これを取るの忘れてました。1000円くらいはね、ざっと稼げるんですけど、でも募金活動で集めた1000円でも、募金活動で1000円集めようと思ったら、多分シンプルに1時間とかそんなレベルじゃなかなか済まないと思うんですよね。多分1日経って頑張って1000円が稼げるっていう、そんなレベルになるんじゃないかなと思うんですけどね。でね、でも確かにね、駅前でね、募金お願いしますとか言って、ユニセフとか赤い羽募金とかっていうのをやって、見ず知らずの人たちが、その募金活動をしてる人たちを見て、こういう募金があるんだなとか、団体があるんだなって、まあ、周知をしてもらうっていう意味だったら、いいやり方なのかもしれないんですけど、でも見ず知らずの他人がですよ、何の意図かもよく理解しないまま、分かってないまま、1円とか募金とかっていう少額のお金を募金したとかしても、お金を入れてもらう瞬間っていうのは、その、ね、人たちにありがたいっていう風な気持ちを、その募金お願いしますって言ってる人たちは湧くかもしれないですけど、これか、忘れてたわ、これ嫌いなんだよな、かもしれないんですけど、でもその募金をした人たちっていうのはたまたまね、駅で見かけたから募金はするけれども、もうなんかその日のうちに
There's a switch on these statues that shuts them off. とかってこと自体は多分もうね忘れちゃってると思いますよ。うん。ねってことは後にも先にもつ、あの後にも先にも続かない話になっちゃうんですよ。だったらその募金活動ってやるのってあんまり効果的じゃないっていうか意味なくないっていうふうには思うんですけどね。We don't have time for this crap. すごい無駄なんじゃないかなってすごい意地悪なことを思っちゃったりもしますけど、うん、どうですかね。これのコツはね、走り回ってるっていうところですよね。動き回ってないと。You think this is gonna stop me? Just keep moving. My thoughts exactly. Okay. Wouldn't want to miss out on all the fun. だから単発の活動になっちゃうんだったら、募金お願いしますっていう活動をすること自体はあんまり効果はなさないんじゃないかなっていうふうに思いますし、うん。まあそれくらいだったら、あのバイトしてね、お金し、痛いっていうのをしっかり稼いで、1000円、2000円っていうお金を自分たちで入れた方が、まあ、入れたことによる実感も湧きますし、いって、やべえ、これ終わったかもしんねえ。おお、避けた。すごい。素晴らしい。さあ、間に合うか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 。お、避けた。うまい。だからね、まあ少なくともね、その矢印を向けているのが、なんて言ったらいいんだろう。本人たち、じゃなくて、募金を呼びかけるんじゃなくって、本人たちがね、しっかりと稼ぐっていう力を身につけつつ、でしかも、助けたい人たちへの募金もできるっていうことを考えるのであれば、僕は、えってー。いやー、そんな連続はきつい。やばいやばいやばい。痛い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 。これまずいぞ。うわーですよねーですよねー。うん、だからそのお金とかねさっきから行ったり来たりしてごめんなさい。なんだろう、自らお金を稼いでそのお金をユニセフとか盲導犬とか災害支援とかっていうのをお金を送ってあげる方が続くと思うんですよね。続くと思うんですよね。だから募金よりは高額のお金を寄付することもできるし、自分たちが実際にその人たちを助けてるっていう実感を覚えることもできるし、でその活動を何なら続けることもできると思いますんで、単純にお金を送って助けるっていうことを考えて検討してらっしゃるのであれば、バイトした方がいいんじゃないと思いますね。はい。This is gonna stop me. Just keep moving. My thoughts exactly. 僕もね、昔はね、募金活動なんかしてる奴らなんか偽善者だよなーくらいに思ってたんですけど、偽善者ではないんですよね。うん。だって、誰かを助けたいとか、そのお金を、ね、稼ぐことによって、稼ぐというかね、お金を集めることによって誰かを助けることができるんだったら、自分たちの時間を使って、人も返してお金を集めるみたいなね、行為をやってるっていうのはすごくいいことだと思うんですけど、まあ、いかんせん効率が悪いなっていうふうにも思いますし、やっぱそれをするくらいだったら、しっかりとね、自分たちで、なんとかするっていう力を身につけた方がいいかなっていうふうには思いますけど、そんなところですかね。はい。ということで、この修羅場を抜けたらね、次の質問にやっていきたいと思いますが、また出る。ああ、いたいた。オッケーオッケー。じゃあ、次の質問に行きたいと思います。はい、じゃあ次の質問ね、行きたいと思います。はい、気になる女の子とかれこれ2ヶ月ほど毎日 LINE をしていますが、向こうも僕のことを気にしてくれているのかと思うのですが、これは脈ありと考えてアタックしてみるべきでしょうかっていうことですね。脈ないですね。ないと思いますよ。残念ながら。脈あったとしたら、2ヶ月もダラダラ毎日 LINE しないと思いますもん。と思いますよ。だからもしかしたら、万に一つは、あなたのことを、気にかけてくれているから、そうやってゆっくりダラダラと、LINE を、やっているっていうことはあり得るかもしれないんですけど、でもね、
本当にその脈ありだったとしたら2ヶ月もやらないで1ヶ月あ 1週間とかね、もう早かったら3日とかでなんか食事行きませんかとか、なんだろう、食事行きませんかとかね、それからなんだっけ、遊んだりとか、どっか行きましょうみたいなデートに誘うとかっていうのは多分やると思うんですよ。でもそれを誘ってきてないってことは多分脈ねえんじゃねえかなと思いますけどね。まあ残念なお話なんですけどね。まあできればね、脈あってほしいなって思うのがね、男なのかもしれない、男のね、差がなのかもしれないですけど、ちょっと厳しいんじゃないかなとは思いますよね。あれ外した。もう微調整の難しい。オッケー。ごめんなさい。何してるかっていうと、鐘を5つ鳴らしたら、ドアを開けられるっていうやつなんですけどね。今3つ開けた。ああ、持てない。持てない男は辛いだね。しゃあないな。じゃあ、こうしとくか。そうですね。まあ、だから、単なる、まあ、暇つぶし程度に思っているのか、まあまあ、話しやすいから、その、友達以上恋人未満程度に思っているのかっていうことですよね。Kind of feel bad shooting antiques. と思うんですけど、だと思いますよ。まあ、逆に、もしかしたら2ヶ月間もずっと毎日 LINE をコツコツコツやっているだけっていうので、相手が、そのね、あなたはその、まあ、気になる女の子って言ってますけど、もしかしたら相手があなたのことを、じゃない、相手が、私のことを興味持ってくれてないんじゃないかなっていうふうに思われてしまっているっていう可能性はあるかもしれないですね。だからそこが一個問題ですね。だから2ヶ月も引き延ばしてしまったっていうことが、そこが一個問題になってきちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。あれ、打ち抜いたから大丈夫だよね。っていうところですね。だからもし、まあ本当にその脈ありだったとしたら、まあ、何かしら誘ってくれるようにほのめかしたりとか、ね、なんか、なんとかさんと遊びに行けたら楽しいだろうなとか、食事に行ってみたいなみたいな、ちょっとしたそのほのめかしみたいなことがあったとしたら、まあ、脈ありなのかもしれないですけど、そういうのもなく、単になんか、雑談レベルで、ずっとなんか当たり障りのない会話ばっかりが続いているっていうことだったとしたら、まあ、ちょっときついんじゃないかなと思いますけどね。僕も今、7月くらいかな ?7 月の半ばくらいからかな、まあ、5つくらい下の女の子と1日1つの LINE のやり取りをしてるんですけど、また会いのない会話ばっかりなんで、まあ、恋愛感情とかそんな、まあ、僕自身も最大、妻と子供がいますからね、まあ、元会社の後輩っていう、まあ、その女の子の方は転職しちゃって今どっか行っちゃってるんですけど、まあ、それっぽい会話に一切もなってないですし、まあ、だったとしたら、まあ、諦めるか思い切ってアタックしていくだけ散るかみたいなことで、まあ、バチッと決断して、まあ、行動した方がいいと思いますよ。人間って、その、やらなかった後悔の方が、やったことによる後悔よりも多いんですよ。あの時告白しておけばよかったとかね、あの時、声をかけておけばよかったとか、だったら、振られるダメージよりも何もしなかった行動、ことの方が、やっぱダメージ大きいんで、まあ、ぜひね、振られるか、もしくは、実際アタックしてみてうまくいったかっていうので、まあ、ぜひね、チャレンジしてみていただけたらな、というふうに思いますね。ということで、今から修羅場になるんで、頑張ります。燃やします。まあ、こいつね、あんまり近づきすぎるとね、大変なことになるんで、そう、こうなっちゃうんで、あれ、起きない。あ、全然違う。あれ、ちょっと待って、これ、一回一回なんかあれだね、まあ、ここで、よいしょ、ここで全部、これを使っちゃうイメージでもやっちゃおう。あれ、どっか行った。おい、オッケー、あ、倒れた。よし、今のうち。おっ、よー、そうなんですよね。というところですかね。嘘やん、全然銃意味なくね。死んでるし、全部ハンドガン使い切っちゃうくらいでいいかなと思ってるな。
まあ、これ嫁に言うのもなんか怒られそうなんであれですけど、まあその時まだ結婚してなかったからあれですけどね、その別にその恋愛関係とかじゃなくて初恋の子がいたんですけど、その子と、まあ、別にお付き合いしたとかそんなに大層な話じゃなくて、なんか関東の方にいるっていう、話を知ってたので、まあちょっとたまたまね、関東に行く機会があったから、もしよかったら会いませんかみたいなね、話をしたんですよ。そしたらもうひどい話でさ、もうもはやなんだろう、ひどい話でもはやね、返事すら返ってこなかったっていうオチが待ってたんですけど、うん、まあFacebook のメッセンジャーで送ったんですけど、既読だけはついたっていうのが分かって、うん、まあそのくらいで終わっちゃったしね。全然死なねえな、買った。まあただでもね、ある程度、ある意味、その別にその子と恋愛関係になりたいとかじゃなくて、まあ、当時ね、好きだった女の子と、まあ、もう一回そのなんか大人になった今、まあ小学生だったか中学生の1年生くらいの時に好きだった子だったのかな、うん、と、まあ、最後にね、ちょっとお話とかもできれば嬉しいなっていうくらいで、話をして、思い切ってね、声をかけてみたんですけども、残念ながら、その機会すらもなかった、話す機会すらもなかったっていうことでね、うん、あれだったんですけど、まあまあそんなこともありつつ、うわ、よし、OK、とても良い。アタックするっていうのはすごく大事だと思いますけどね。僕はそこでね、ああ、このことはまあ、そもそもの縁がなかったんだなと。友達になる機会もなく、まあ友達だったんですけど、なければ、まあ、そういう、なんか恋愛関係になるような、チャンスにも特になかったのかなと思いましたけど。まあ、そんなところですかね。だからまあ、2ヶ月間、もうすでに LINE のやり取りをしたっていうことが、その基地と出るか京都出るかっていうのはぶっちゃけ、うん、僕は厳しいと見てます。うん、多分難しいんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、まあ、それでもね、もしチャンスがあるとしたら、それはあなたが生かすためにまずは告白してみるっていうことが大事ですね。まあ、告白いきなりしたらね、惹かれるかもしれないから、 LINE のやり取りだけをしてるんだったとしたら、まずはね、遊びに行ったりとか軽く食事に誘うとか、そういうことからまあ始めてみられたらいいかなというふうには思いますね。はい、ということで、中ボスも倒すことができましたんで、一旦ねこの辺で終わりたいと思います。まあ、時間も20分くらい経ったんでいいところかなと思いますから、一旦ここで、切りたいと思います。ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またね、次回のパートでお会いいたしましょう。バイバイ。